こんにちは。今回は神なき世界の神様活動第9話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。今週も参りますか。神の御業を見届けに。開幕からエッチすぎる。ありがとうございます。いきなり絵面が強い。なんだこの生物。でもこいつ動かしやすいからな。その首の締め方は死ぬから。その締め方、力がない人でも考察ができる方法なので確実に仕留めに来てますわ。立ち絵モザイク来た。ロイコンバインモザイク。教祖に指示されたくらいで信者の信仰心が変わるものかな。間に合わせる気がない。サブ隊読み。お、先週の泣けた話の二人じゃん。母のために行動していたのなら娘として味方する。調教されてるじゃないか。どんな格好してんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。説得の言う名の調教だ。説得やなくて調教されとるやないかい。そこ褒めるポイントなのか。なんて汚ねえアニメなんだ。これって泣きアニメだったよな。みんな今泣いてる。ミカコし楽しんでそうですね。ホビには武器つけろっつったろう。えのきくんすごいです。こんな最悪な花火見たことある。なんだこのアニメ。世代を超えたエロの絆。なんだよエロの絆って。土星論。エロって国境もないからすごいんだぞ。ドットへ来た。まあさすがに演技だよね。どうしてそうなった。その結果がこれかよ。やりたいだけでは。おとなしく縛られてるお前もなんなんだよ。芝居即灰皿。仕返しされてるやん。ミカコ氏ノリノリすぎるだろ。ミカコ氏楽しそうだな。ボンテージファッション来た。今週のコスプレはボンテージ。姉は直接的なのはダメなのにこれはいいの。肌色の面積が極めて少ないのにエッチな衣装だ。ラバースーツいいよな。ちょっと楽しくなってるじゃん。異世界豚野郎はバニーガール村娘の夢を見ない。汚すぎる花火。同人 RPG パート好き。1万人突破きた。ドット抱きにようかわいい。抱きによう結構良い処遇でよかった。まだアタルちゃんの方が信者数多かった。クソ雑 CG モンスター対応に来た。スーパー CG トカゲが多いぜ。やっぱり数には勝てなかったよ。 CG 恐竜面白すぎだろ。ドットを見ているのか CG を見ているのかわからなくなってきた。御霊様のことクソ雑魚神と思っててごめんなさい。神と触手は使いよう。お、アータル、ミタマちゃんにもツンデレ発動。前に守った村がぐっちゃぐちゃに。また壊滅したのかよ。神なき世界のロストソング生活。村は焼き打ちにされるもの。生きてさえいればなんとかなる。ここで OP 来た。この流れで歌詞とリンクしてきたのか。完璧な主題歌挿入タイミング。まさにお願い神様のシーンで。ここで救えばさらに信仰心も増えるだろうからな。みんなの雑念だ。こいつら煩悩しかねえ。クソみたいなやつらしかいねえな。チリシ欲が渦巻いてるぜ。確かに神様にお願いはしているけれども。さすが本物だぜ。まれによくある時間逆光系の回復。新キャラ来た。エッチな小清水さんだ。いきなりピンチなんですが。なんから過ごす感じ出しておきつつめっちゃやられてますが。またドスケベランチキパーティーしてる。またアルラルがエッチなことになってる。こいつらボンテージギタリエッチな服装多すぎだろ。ぶっかけきた。また御霊様干からびてる。御霊様もはやしなびてるのがデフォ。アイスおいしい。アイスおいしい。こんなとこで金賞読むな。エロ本一生読んでるなこいつ。透けてエロくなってる。逆になんでこんな時に神様は助けてくれないんだって過激派になる可能性もあるからな。神の力を使わずにアイスや電化製品を生産できるようにしないとな。ロイが危ない。ロイならまあいいんじゃない。ロイが危なくて心配するやっこいるか。エッチな子はすぐすくロイらしい。服を脱がすがやむを得ない。傷を確かめるため。傷を確かめるためだから。傷を見るためなら問題ないな。綺麗なロイかと思ったら死ぬほど汚いロイだった。もうみんないるからお前が脱がす必要ねえだろ。脇張りに喉に埋まる拳でダメだった。ロイが珍しくいいことしたのに。これをエルダさんって言うな。ユリの花来た。ユリもいけるタイプだった。急に挿入歌かかるじゃん。なんなんだこいつ。なんなんだこのアニメ。無法すぎる。
ガイアが俺にもっと輝けと囁いている。信者マウント来た。二人はさすがにヤバいな。俺のフォロワーの方がまだ多い。計算できない御霊様ワロタ。あ、イが乗ってる。エッチすぎるだろ。そしてこのケイトラである。トラック上の絵面終了してる。ロイだけじゃなくヤバいのが増えた。進撃の巨人か。これが進撃の巨人ですか。壁の向こうから巨人が出たりする。ツイッターバードくんじゃん。わかりやすく攻撃された。なんだこいつは。ベルトランさんが黒騎士になってる。どっちしとらんかった。ベルトランさん性別戻ってないじゃん。家族を人質に取られ、中二病に落ちたミユト見た。ベルトランさんこっちでも屈辱にまみれてるの。クッコロ来た。中二病発症しちゃったか。何やってんだベルトラン。ロキ来た。ベルトランお荷物扱いされてて草。信者の数では負けてるけど胸のデカさでは圧勝やな。ポンコツカップル。カップル認定しちゃってるけど。112万。フリーザ様の2倍じゃねえか。やっぱ CV 大また恵みだから信者集まってしまうわ。100万の信者の上に俺渡っている。想定外だよ、ここまで少ないとはね。はったりかましてきたな。こういう時強気で行くのが正解よな。軽トラで来てるの面白すぎる。エンジン音も当然するし。まんまと逃げれた。こっちが少ないってことだよな。当然手を出したらヤバいのはこっちだから。嘘ではない。嘘では。根拠のない自信とハッタリは大事だとなるほどくんも言ってた。普通に帰ってきたの面白すぎる。ベルトラン帰ってくるためのイベントだったのかこれ。ベルトランさん戦力外通告で笑った。まあ隔離でちまちま集めるよりコートの無気力人間全部洗脳する方が早いわな。クソで、もう馴染んでるな。 ED 来た。原子を無効化するしかねえ。なんだそのサングラス。アイドルアニメディレクター来た。確かに中の人はアイドルクラスの人いるけどさ。これがアイドルマスターちゃんですか。神活じゃなくてアイ活になっちゃうじゃん。よりによって水夜でアイドルやるのか。神活まで水夜アイドルアニメアワーに参戦するとか誰が予想できるんだよ。ほぼアータルしか活躍してないやつ。御霊様、アータルの邪魔しかしてなくて笑う。次回読み方がもはやエルダ様。前回が面白すぎたから心配してたが杞憂だったな。ベルトランも仲間に復帰したし満足会だったわ。推しの子アイマス U149、 そして神活水夜にアイドルが集結してきたな。アルコーン系アイドルアータルちゃんと人間系アイドルシルリルアルラル姉妹もお願いいたします。このアニメ信者を増やすと一行為は何にでもつなげられるから展開しやすくていいな。フォロワー数マウントバトルシステム分かりやすくてええよな。原画枚数をかけないようにした演出がいい意味ですごい。ユキトを介さずリシュ派としてダキニが御霊信者になったわけか。ダキニとリシュが元サヤに収まってよかったよかった。リシュさんが仕込まれたのは本人の妄想なのに、ユキトには実際にやるのひどす。リシュがユキトに調教をやり返したのが面白かった。あと合間に入る意味不な花火も。リシュは相変わらずぶっ飛んでたな。近所のあれが本性だったか。ユキト迫真の謎豚をオーガスム花火に笑ったわ。ダキニ姉さんこれで退場はもったいない。これからもちょくちょく出てきてほしいな。ガイアは害獣を操れるから強敵登場かと思わせて飛んだコンコツだったのくさ。新キャラのロリ巨乳ちゃんとアータルちゃんのユリの花が咲いたっす。俺も混ぜて。ガイアは害獣限定の創造支配か。ロリ巨乳とか完全にロイの思考にストライクだな。あっちはロリユリだが。怪獣の集団に襲われてからロイの存在が完全に消えてたな。まさかロイがガイア連れてくるとは思わなかったわ。見たまって信者さえいればマジで万能だな。他の神社いろいろものを生み出したりはできないだろうし。全知全能で何でもできるのに信者がいなきゃカスになるのはどうかと思う。まあ常時全能だったら物語が破綻するが。信者が減るのはイレギュラーだろ。一旦増えたら増える一方が普通のはず。ユキとの策略で御霊様が割り食ってるだけ。アータルがもう心身どもにすっかり隔離の住人になっててほっこり。黒騎士ベルトランちゃん登場のタイムクッコロで草。その通りだけど初めの頃の三倍賞みたいなインパクトはなかったな。ベルトランにはもっとはっちゃけてほしい。ブラフでロキを煙に巻くユキトが生かしてたな。ロキが真に受けて次会った時はさらに10倍とかになってなきゃいいが。ロキ意外とコロッと騙されてたな。まあそれまでのユキトの狡猾さを見てるってのもあるけど。
物語的に最後はユキとトロキが組むのかな。現状ミタマやアータルみたいなインフラ担当や戦闘担当はいても参謀役を担えるパートナーはいないのよね。そこにロキが収まって主人公側は完成型になりそう。アイカツメンバー誰になるか楽しみだな。ミタマ様、アルシル姉妹、アータル、ベルトランあたりだろうか。プロデュースするならダキニ様引っ張り出してサインは B 歌わせるのが一番いいような。神活大級は今週もとにかくやりたい放題で面白かったです。開幕からダキニの HH ナエズラとロイの最悪ナエズラが出てきてカオスでしたね。ダキニが素直に言うこと聞かないのを想定してリシュを使って信者を獲得する流れはうまいと思いました。まあ絶対演技だろうなとは思ったけど、いきなりユキトがマゾブタになってるやりとりが面白すぎた。リシュは本当に性に対してオープンすぎるよな。てかこいつ S も M も両方いけるのかよ。新キャラのガイアさんは大層に出てきたのにもかかわらずめちゃくちゃ信者数少なくて笑った。二人って逆にその二人がどんなやつか知りたいわ。でもこのロリ巨乳なデザインはいいですね。基本のんびり屋さんだけど好みじゃないならかかと落としするとか過激さもあってよきかな。結局村を崩壊させたのはこのガイアなんだよね。すっかりユキト陣営になってるけどなんか他にも目的ありそう。久しぶりに出てきたベルトランさんが黒騎士になってて洗脳されてんのかと思ったけど全くそんなことなくていつものクッコロ TS で安心しました。帰ってきたことだしシルリルがまたいろんな服を着せ替え人形してくれることに期待します。サンバコスを超えるインパクト待ってる。しかしシルリルってエッチ教団にはあまり乗り気じゃなかったのにエッチな衣装は良いんだ。ユキといじめるのもちょっと楽しいとか言ってたし、っていうかこいつらが村のためにという表向きとわらはらに煩悩しかないのが面白かったです。ここの絵面がひどすぎて爆笑しました。ロキの信者数112万はしびれました。めちゃくちゃ絶望的な数字なんですが、そこをユキトがハッタリで交わすやりとりもいい。っていうかこの世界の人口って何人ぐらいいるんだろう。隔離を足しても無理みたいなこと言ってたし、取ってつけたアイドルプロデュースでどうにかなるのか。メタ的にも同じ曜日に推しの子やアイマスがあるのにどうにかなるのか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。